ましょう。こちらは祭壇宮と呼ばれています。この祭壇宮、平地の中にあったんですが、ご覧いただけたでしょうか。あった？ありがとう。365日だということも分かっていたんですよ。あ、そうそう、あの1年で12ヶ月なんですね。私たちの時は1月を20日にして18ヶ月にしていました。これ、例の儀式が始まったようなんです。ちょっと上の方まで登っていってみましょう。いました、いました。王様は時々この神殿の頂上に立つと、自分や側近たちの体を傷つけて血を流しました。そしてその血をこの紙に染み込ませて焼いたんです。私はマヤの遺跡を発掘調査しています、新米考古学者マキです。それではこれから皆さんを私が精力を注いで発掘をしているコパン遺跡へご案内しましょう。さて、それではここからは再び鳥のように空を飛んでいきましょう。この文字、これですね、コパンの13代目の王様、ワシャプラフーン・ウバウスカウィルというんですが、彼をマヤ文字で表すとこういう文字になるんですね。一応読み方説明しますね。バーチャルリアリティシアターへようこそ。面白いですか？面白いですよね。それではみんなを我がコパン王朝へと案内いたそう。では私と一緒に出発だ。コートのこちらとこちらに分かれて、ゴムで作ったボールを手を使わずに足だけ使って先に相手チームの壁にぶつけた方が勝ち、そういうルールだ。まあ何を隠そうが、この最大級を作らせたのはこの16代目の王である私なんだ。私が一番みんなに見てもらいたかったのはこれだったんだ。よく見てほしい。偉大なる初代の王、ヤシククモが16代目の王であるこの私に杖を渡しているんだ。さあ、これは一体何を意味するかというと、